もうすぐバレンタインデーということで、こちらには素敵なスイーツが並んでいます。ということで今回は去年の11月に高崎市内にオープンしたクラフトチョコレートとクロワッサンの専門店、ルブル店長のミキさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずルブルのお店についてご紹介ください。はい、ルブルは2022年11月24日に高崎発のクラフトチョコレートとクロワッサンの専門店としてオープンいたしました。愛する人に贈るチョコレートをテーマに、こだわりのチョコレートスイーツをお届けする専門店となっております。お店のこだわりについても教えていただけますか。はい、こだわりのチョコレートはオーガニックカカオを使用し、フェアトレード原材料を輸入しております。クラフトチョコレート作りでは、職人が商品ごとに美味しさを最大限に引き出すために、調合作業から温度管理まで独自製法で一つ一つ大切に製造しております。またチョコレートを入れるパッケージもオリジナルデザインになっておりまして、細部にまでこだわりをしております。はい、こちらには見た目も可愛らしいスイーツをご用意いただきましたが、中でもお店のおすすめの商品はありますか。はい、おすすめの商品はこちらのショコラロールになっております。どんな商品になるんでしょうか。はい、ショコラロールは、ココアのシフォン生地にホワイトチョコレートを巻いておりまして、周りにアーモンドを入れたチョコレートでコーティングしております。はい、でザクザクとした食感と、あとは2種類のチョコレートを楽しんでいただけるようなロールケーキになっております。ということで、こちらにはおすすめ商品のショコラロールをご用意いただきました。ではちょっと試食させていただきたいと思います。はい、いただきます。うん、おいしいですね。ありがとうございます。うん、甘くて幸せな気持ちになりますね。はい、周りのチョコレートがパリッとしていて、またアーモンドのザクザクとした食感が面白いですね。はい、うん、あとこちらのココアのシフォン生地の方はしっとりとしていますよね。甘くてとっても美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。これからの季節におすすめの商品とかありますか。これから、バレンタインの季節におすすめなのが生チョコレートになっております。はい、生チョコレートは口に入れた瞬間に、とろけるような食感で、チョコレートの素材本来の味を味わえるものになっております。一応3種類用意しておりまして、ビターなカカオと酸味の効いたストロベリーと、ほろ苦い味わいの抹茶の3種類になっております。あと他にもこちらのショコラビスキュイっていうのもギフトにおすすめで、こちらの商品はアーモンドダイスをふんだんに使用したビスケットをたっぷりのチョコレートでコーティングしてまして、オレンジピールの酸味とサクッとした食感が特徴のビスケットになっております。また11月に同じ時期にオープンした姉妹店の方もあるということで、はい、そちらについてもご紹介いただけますか。はい、姉妹店のクロワッサン専門店は、高崎市の下小鳥にありまして、そちらも同じ月の11月にオープンしております。クロワッサンはフランス産発酵バターを使用したオリジナル生地になっておりまして、通常よりも少ない16層に重ねた生地を使用しているので、外がサクサクで中がふんわりとしたクロワッサンが特徴になっております。ルブルと同じように、毎日工房の方でクロワッサンを焼いて出来たてを提供しております。焼きたてのクロワッサン美味しそうですね。はい、こちらも美味しいです。はい、では最後になりますが、番組ご覧の皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、1月23日からバレンタイン限定商品を販売しております。愛する人に贈るチョコレートはぜひ当店をご利用ください。ご来店お待ちしております。ありがとうございました。
ここまでルブル店長のミキさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。